日本放送協会 NHK、ネットラジオラジルラジル NHK ネットラジオ、ラジルは、日本放送協会の NHK ラジオの IP サイマルラジオ、サイマル配信サービスの交渉、相性である。山あいやコンクリート建造物の中などの電波が届きにくい場所や、外国の電波で渾身を受ける地域など、南朝市地域の状況を改善する、補完的な措置として、 インターネットで配信する。ラジオ第一ラジオ第二 f m を対象に扱う。サービス名称は、交渉 NHK ネットラジオ、愛称、ラジル、ラジルである。民放ラジオ局は、同様なインターネットによる、サイマル配信サービスのラジコを2010年3月15日から、開始した。対象機器とアプリケーションを活気する。 コンピュータによる聴取は2011年9月1日に開始された。ウェブサイト NHK ネットラジオラジル、ラジルから聴取する。ラジコと同様にストリーミング方式を用いており、HEAAC 形式 48kbps でエンコードされ、フラッシュ形式と HTTP ライブストリーミング形式でコンテンツデリバリーネットワークを通じて配信される。 音声レベルは、ラジコと同程度のプラス 6dB に調整されている。配信時の音声は、地上波放送と同様、ラジオ第1と第2はモノラル、FM 放送はステレオである。地上波放送から、配信到達までの遅延は、数秒から数十秒である。当初は、Windows メディアオーディオ形式の 48kbps で、 エンコードされたストリーミング放送も行われていたが、同形式の配信は2015年8月31日に終了した。放送法第20条第5項に NHK は中波放送と超短波放送とのいずれかが、それぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。と規定され、日本国内の南朝取地域解消を 目的としているため、日本全国を対象に聴取地域を制限しないが、日本国外は IP アドレスにより判定して聴取を制限している。放送法第92条で、地上機関放送事業者は、その機関放送局を用いて行われる、機関放送に係る放送対象地域において、当該機関放送が、あまねく受信できるように努めるものとする。 とされていることから、配信曲の多曲化を検討し、当初は東京の放送センターからのみ配信したが、後に配信曲が追加されて2016年9月1日、現在は全国の主な拠点地域発局から配信されている。ラジオ第 1FM 放送は、全国放送の番組と、各放送局ごとのローカル番組が放送されているが、ラジル、ラジルも、 原則的に、当該局の放送と同じ内容が配信されている。配信地域は、日本全国であるため、地域内の南朝主地域や、地域外から、他地方のローカル番組を聴取することもできる。地域や状況によっては、当該地域の地上波で放送されない、全国放送番組を保管する役割もある。春季は6月、夏季は7月下旬。 周期は10月から11月に集中する高校野球の地方大会などスポーツ中継や NHK 全国学校音楽コンクール地方大会など地域ローカルの特別編成で通常放送の全国放送番組が当該地域のみ差し替えられた際などに保管される番組内でもローカルの特別番組などで地上派での聴取ができない場合に ラジルラジルで聞いている、胸の声が寄せられたこともある。ローカル枠の詳細や、放送地域は、各放送局の項に記述がある。なお、ラジオ第2放送は、終日国内共通内容の放送でローカル枠が、ない。地上派で唯一、コールサインと放送局名の読み上げ時のみ、各放送局ごとの放送となるが、ラジル、ラジルは、どの地域を選択しても、 コールサイン、上和部の音声が配信される。当該時間帯は独自のフィラー音楽と、おおむね3分おきに一度の、NHK ラジオラジルラジルではお聞きいただけません、との録音アナウンスが入る。アナウンスは、当初の山田厚子に次いで、出山智樹が担当する。2011年9月1日の配信開始1時間前にも、同様のフィラー音楽と、アナウンスが、試験配信された。 番組表は、この時間は NHK ネットラジオではお聞きいただけません。ラジオ放送のみで放送しています。と表示される。放送設備メンテナンス等により、不定期のそれぞれ午前1時から5時に休止、原力放送がされることがあるが、放送休止の地域の放送局は、地上波と同様に、ラジル、ラジルの配信も休止される。休止中は無音化、テスト,トーンによる。 信号音のみとなるが、稀に通常番組の音声が入ることもある。原力放送の場合は、通常通り配信される。地上波は、原力放送開始前に、原力がアナウンスされるが、ラジル、ラジルはアナウンスも省略される。東京のラジオ第一放送に限り、地上波が休止中も裏送り喪失で対応して、ラジル、ラジルの配信は休止されない。また、 地上派は通常放送を行い、配信設備の未メンテナンスのため配信休止する場合もある。この場合、東京局とその他7局のメンテナンスは異なる日に設定され、ラジル、ラジルの配信自体が休止されることはない。放送された一部の番組やライブストリーミング配信発局に入らない地方局の一部ローカル番組については、 聞き逃し番組の配信サービスとして、ラジル、ラジルのホームページで番組の音声を公開している。公開期間は番組によって異なり、著作権などから対象番組でも配信休止や編集によって一部内容が削除される場合がある。聞き逃し配信サービスの番組は、Android や iOS のラジル、ラジルアプリでも聴取可能である。 2017年5月以後は、定時ニュース、天気予報、交通情報、スポーツ中継、国会中継、ジャニーズ事務所所属タレント出演番組、音楽が多数放送される番組、などを除くほとんどの番組が1週間以内に、聞き逃し配信されている。ジャニーズ事務所所属タレントの出演番組は、ジャニーズの肖像権管理方針で、 ラジコのエリアフリーとタイムフリーに並び2018年春季から聞き逃し配信が開始された。ラジルラジルでの聞き逃し配信は実施されておらず、リダイレクトされる措置を取られている。各種語学番組、NHK 高校講座、お話出て恋などが該当する。大規模災害が発生した場合、被災地域を管轄する放送局から、期間限定で臨時配信される場合がある。 NHK ラジオのキャラクターとして2011年4月20日から登場したラジルがラジル、ラジルも連動して行う。声優は久保田めぐみ。NHK ラジオの放送の中からえりすぐりのトークやコーナーをまとめたウェブマガジン。音楽、エンタメ、文学、歴史、趣味、カルチャー、暮らし、健康、情報。 子供科学電話相談といったジャンルを示すアイコンと共に記事が配置されている。記事上部に要点を3点、ざっくり言うとでまとめ、記事を読むのみの場合と、放送を聞くも提供されている場合とがある。NHK ラジオのトップページは、ラジル、ラジル、聞き逃し、読むラジルの3つのサービスが選択できる構造。ありがとうございます。